ロシアのショイグ国防相は24日までにロシア軍の兵員規模を現在の100万人から150万人へ大幅に増やす必要性を訴えたプーチン大統領とともに臨んだ国防省の拡大幹部会議で述べた。 150万人の中には契約制の志願兵を69万5千人集めるとの目標数字も含まれたロシアは最近ウクライナへ兵士15万人を追加派遣した今週に実施した部分的な動員令で確保した人数の半数の水準となっているショイグ氏は空挺攻撃手段をさらに2つ発足させる計画も表明 首都モスクワと北西部レニングラード州に新たな軍管区を設ける考えも示したさらにロシアの核抑止力の向上や近代化にも言及試験での成功を受け新型の大陸間弾道ミサイル ICBM サルマトの配備に必要な作業が始まったことも明らかにしたプーチン氏は近い将来に実戦配備されるとも述べた ショイグ国防相はツリコンやキンジャルを含む新世代型の極超音速ミサイルの軍への引き渡しを加速させるとも説明したプーチン、ショイグ両氏はロシアの主要な敵は同国の弱体化や分裂さえ望んでいる拡張主義的な北大西洋条約機構 NATO と明言した。 ショイグ国防相は NATO はロシアの国境近くで軍事的な潜在能力の強化を求めフィンランドやスウェーデンを通して同盟拡大を図っていると指摘 NATO 加盟を求めるこの2国を見据えロシアは北西部に適切な規模の部隊を集める報復的な措置を講じることを迫られているとした。 プーチン・ロ大統領ウクライナ戦争を初めて戦争と規定ロシアのプーチン大統領がウクライナ戦争を初めて戦争と規定したロシアはプーチン大統領の主導で開戦以降ウクライナ戦争を特別軍事作戦と表現し戦争と呼ぶ人たちを処罰してきたところがプーチン大統領本人が公式的に戦争という言葉を使用し ロシア内でダブルスタンダードという非難が続いているとワシントン・ポスト WP が22日現地時間報じたプーチン大統領ウクライナ戦争を戦争と表現プーチン大統領は22日の記者会見で我々の目標は軍事的衝突を続けることでなくできるだけ早期に戦争を終わらせることだと述べた。 プーチン大統領は2月24日ウクライナ内に特別軍事作戦を遂行するとして開戦を知らせて以降ウクライナ戦争を特別軍事作戦と表現してきたがこの日初めて戦争という言葉を使用したのだ WP はプーチン大統領をはじめとするロシア政府が特別軍事作戦という用語を使用したのは 今回の戦争が少数の専門軍人に限られた作戦という点を強調しようとしたためだと分析したここには戦争に対するロシア市民の懸念を緩和しようという目的があるさらに政府の表現方針に反対する人たちを処罰し口を塞いだロシア議会は3月 ロシア軍運用に関する虚偽情報を流布する場合は最大15年の懲役刑とする刑法改正案を通過させたプーチン大統領がこの改正案に署名して発行した改正案を通じてロシアでウクライナ戦争を戦争と呼ぶことは事実上不法になった。WP によると、 刑法改正案が採択された後戦争だと反論した多くのロシア人と独立メディアなどが処罰を受けた10月までにウクライナ戦争に関連してロシア政府を批判したり戦争に言及して虚偽情報ルフなどの容疑で起訴されたケースは5000件を超えるうち最高15年の懲役刑を言い渡された人も100人以上だ 実際ロシア野党圏のイリア・ヤシン氏は9日ウクライナでのロシア軍による民間人虐殺を批判した容疑で懲役8年6ヶ月を言い渡された7月にはモスクワ中部クラスノセルスキー区の議員アレクセイ・コリノフ氏が議員会議で戦争犠牲者を追悼するために黙祷したという理由などで懲役7年刑となった 戦争に言及した数千人処罰プーチンも監獄に行くべきこうした状況でプーチン大統領が22日初めて戦争という言葉を使用した WP はその間プーチン大統領はウクライナ侵攻を目的に関連し非ナチ化解放米国のロシア破壊遮断などを明文にしてウクライナを征服するという点を否認してきたとし 彼の本当の目標が何であれ現在、ウクライナで生じている戦いが戦争ということをプーチン大統領が自ら認めたと評価したロシア内部でもプーチン大統領の発言をめぐりダブルスタンダードという声が高まっているロシア野党圏の指導者アレクセイ・ナワリヌイ氏の同僚ゲオルギー・アルブロフ氏はこの日ツイッターで ゴリノフ氏はロシアのウクライナ侵攻を戦争と表現して懲役7年刑を言い渡されたとしゴリノフ氏を釈放するかプーチンを7年間監獄に閉じ込めるべきだと批判したサンクトペテルブルグの市会議員に聞いたユペレフ氏もツイッターで数千人が戦争だと表現しフェイクニュースを広めた容疑で起訴された同じ理由でロシア検察省庁に プーチン大統領を起訴するよう要請する訴状を送ったと伝えた米国プーチンは交渉の意思ない戦争拡大望むプーチン大統領がこの日に明らかにした我々の目標は戦争を終わらせることという発言も疑われているプーチン大統領は敵対行為の進化は不必要な損失につながる ウクライナとロシア両国間のすべての葛藤が交渉につながると信じているとしながらもウクライナのゼレンスキー大統領が米国から支援約束を受けたパトリオット防空ミサイルを古い武器としウクライナがパトリオットミサイルを配備すれば破壊すると述べたそしてウクライナ戦争は米国と北大西洋条約機構 NATO に責任があると話した。 これに対し米ホワイトハウスはプーチンは戦争収束のために交渉する意思が全くないと評価した米国家安全保障会議 NSC のジョン・カービー戦略広報調整官はプーチン大統領が地上と空でするすべての行動はウクライナ国民に引き続き暴力を加えて戦争の拡大を望むことを見せているとしプーチン大統領との対話は ロシアが交渉に誠意を見せた後に可能になるだろうと述べたウクライナ戦争と表現のプーチン氏に法的措置をロシア地方議員ロシアサンクトペテルブルグのに聞いたユフェレフ議員は22日、ウラジーミルプーチン大統領がウクライナでの特別軍事作戦を戦争と表現したとして 法的措置を取るようソーシャルメディアで呼びかけたプーチン氏は22日の記者会見で可能な限り早期にこの戦争を終結させたいと述べていたロシア政府はウクライナ侵攻を特別軍事作戦と表現しており誤った情報を拡散したものを訴追する法律も制定しているユフェレフ議員はウラジーミル・プーチンはこの戦争を戦争と呼んだ 特別軍事作戦が終わらせる大統領令はなく戦争とも宣言されていないプーチンが軍に関するフェイクニュースを広めたことで審判を下されるよう当局に嘆願書を送付したとし検事総長や内省に宛てた嘆願書の画像を投稿した。ロシアの裁判所は今月、 ウクライナ侵攻に関して誤った情報を拡散したとして野党指導者イリア・ヤシン被告に対して強制労働収容所での懲役8年6か月を言い渡している国防省信じずプーチン氏盟友のキリル総主教聖職者を動員しないよう法律に明記を ロシア政教会のキリル総主教が聖職者の動員の延期を求めましたプーチン大統領の盟友とされるキリル総主教は23日聖職者を動員しないよう法律に明記するべきだと訴えました国防省とロシア政教会は聖職者が職務に就いている間は動員はされないことで合意したとしていますしかし キリル総主教はこれらの合意が法律で明記されるべきだと主張していて独立系メディアはキリル総主教は国防省を信用していないなどと報じていますプーチン大統領は追加で動員する必要はないなどと繰り返し述べていますがロシア国内では年明けにも新たな動員が行われる可能性が指摘されています一方キリル総主教は ウクライナとの戦争に参加することはすべての罪を洗い流すなどと述べました。